東京大阪名古屋で4月5月日野原重明プロデュース米チェチョルコンサートが開催されました。世界の平和を願う日野原重明氏と米チェチョル氏の出会いによって始まりました。素晴らしかったです。本当になんか平和を願って米さんと日野原先生共通のものを感じました。もう命の限り人のために尽くすみたいな感じでいらっしゃって、米さんももう一人でも多くの人に聞かせてもうこう元気になっていただきたい、人生を元気に前向きに生きてほしいっていう、なんかそういう命が伝わってきて、4月5月のコンサートが感動のうちに終わり、来る8月第2弾日野原重明プロデュース映画ザ・テノール真実の物語スペシャルトーク&コンサートが開催されます。当コンサートには戦後70年日韓国交正常化50年のこの時にふさわしい世界平和のメッセージが込められています。ですね、お互いに許し合うことで平和が来るっていう、この許しということを最も大切だということを今日皆さんにですね知ってほしいと思います。許すこと、愛することが平和であり、平和な世界を築くために自身の命を燃焼させたいと願う日野原氏は、自身の102歳の誕生日に初めて米チェチョル氏の歌を聴きました。米氏の歌からそれまでにないほど神の存在を感じ、米氏と共に音楽で平和をもたらそうと約束をしました。日野原氏は戦争を経験し、また淀号ハイジャック事件の人質となった経験から、自分の命は神から与えられたもので誰かのために使うべきだと感じたといいます。米チェチョル氏はアジアのオペラ史上最高のテノールと称され、欧州で活躍していましたが、絶頂期にあった2005年、甲状腺がんの宣告を受けました。その歌声は完全に失われました。しかし神は米氏に奇跡の回復を与え、再び歌えるようにしてくださったのです。それぞれの経験から二人は神が与えてくださった命、賜物を平和のために、愛のために使いたいと思うようになりました。사실영화를통해서많은분들에게그이야기들을우리가전하고싶은부분들이많고요그래서영화에나오는어떤그런이야기들을제가영화가끝난후에작은미니콘서트로풀어볼까생각하고있습니다많은분들이오셔서공감해주시고또한박수많이보내주셨으면감사하겠습니다キリストこそ私たちの平和とあるように、真の平和を知るお二人を通して神の愛がコンサートのうちに豊かに現れることでしょう。